チーズが 70g、薄力粉とベーキングパウダー、これは一つのビニール袋に合わせて置いていただくといいかと思います。薄力粉が 100g とベーキングパウダーが小さじ1になります。もしですね、牛乳パックの容器1リットルの分で使っていただくときには、この分量の 1.1 倍くらいの容積になりますので、材料を1割増しぐらいにしていただけるときれいに焼き上がると思います。次に準備ですけれども、先ほどのこの型にクッキングペーパーを敷き込みます。皆さんね、ラップのような形態で売られているクッキングペーパー、またはクッキングシートというのね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、これがちょうど幅が30センチのものになります。一般的にはこれ25センチまたは30センチで売られているんですけれども、この型に使うときはですね、30センチの方がロスがなくカットできますのでね、いいかと思います。これをだいたい20センチ長さに切っていただきます。で、ここですね、ちょっとこの底の部分ですね、折り目をつけていただきまして、はい、つけていただきまして、開いてこの重なったところですね、ここに切り込みを入れていただきます。ぴったりとこのようにですね、入れることができます。で、もしですね、牛乳パックを使う場合には、中がコーティングされておりますので、紙を敷く必要はございません。で、準備の2つ目ですね、日頃冷蔵庫に入れてあります材料、先ほどご紹介しました牛乳や卵などですね、そういったものはすべて室温に戻しておいてください。こちらどうしてかというと、オーブンで焼いていくためにですね、生地の温度があまり低すぎてしまいますと、焼く温度が変わったりとか、あと焼き時間が長くなることで中の水分が蒸発しすぎてしまうんですね。そのため極力室温に戻しておいていただきたいと思います。では作り方になります。デジカメの画像を使ってご説明させていただきます。はい、まず1枚目の写真ですね。はい、大きめのボウルに卵、塩を入れ、泡立て棒で卵白を切るように溶きほぐします。泡立て棒というのがですね、今ちょっと画面右上に映ってるかと思うんですけれども、よくケーキを作る時にね、なくてはならない道具の一つなんですけれども、実際がこちらになります。はい、皆さんがね、ご家庭で使われているものよりもこの、棒がですね、多いかと思うんですけれども、これがたくさんあるものの方が卵がしっかりと泡立つので、ふっくらとしたケーキが焼き上がります。で、大きめのボウルとご紹介したんですが、だいたいボウルの直径がこの泡立て棒の長さぐらいだと作業の効率が上がります。作業がしやすいと言われる大きさになりますので、皆さんまたこれからですね、頭の片隅に入れておいていただいて、作業していただくといいかと思います。はい、次の写真ですね、お願いします。はい、牛乳を少しずつ加えていきます。この時、利き手が右手の方ですね、今ちょうど写真でご覧いただいているような感じになるかと思うんですが、利き手で泡立て器でですね、混ぜながら牛乳を少しずつ加えていきます。はい、次の写真お願いします。その次がですね、泡立て棒で混ぜながら少しずつサラダ油を加えていきます。卵と牛乳は水の仲間、そこに油を加えていきますので、一度に加えてしまいますと、分離してしまいます。油が下に沈んでしまいますので、それを防ぐために少しずつ、糸のように細く垂らしながら加えていってください。
はい、その次の写真お願いします。はい、こちら粉チーズを加えているところですね。ここでですね、泡立て棒からゴムベラに変わったのがね、お分かりいただけるかと思います。粉チーズを加え混ぜ、チーズの塊が、なくなるまでですね、